小原好みの心置きなく。皆さんこんばんは、小原好みです。この番組は私小原好みがいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。ということで本日は2023年1月1日ということで、皆さん明けましておめでとうございます。めでたいね。1日にここラジやるのって初ですよね。多分とても嬉しいです。そして昨日はコミケでしたね。あのコラボグッズご購入いただいた方いらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さん本当にありがとうございます。はい、ということでお正月なのでね、あのいつちょっとメールを読んでいこうかなと思います。ココネームくのしまさんです。小原さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も小原さんの夢が叶う笑顔であふれる一年になりますよう願っております。ありがとう。さてさて、お正月といえば、お年玉ですが、小原さんは働いている現在も誰かからお年玉をいただいていますか？私は兄が2人と姉が1人、4人兄弟の末っ子なのですが、数年前から2番目の兄からお年玉をもらっています。もともと兄弟でお年玉を渡す習慣はなかったのですが、兄のお嫁さんの実家では上の兄弟は年齢に関係なく下の弟妹にお年玉を渡す習慣があるらしく、兄もそれに習って私にお年玉をくれるようになりました。でも私も今年で30になるので、正直素直にもらっていいのか悩みます。同い年の小原さんはどうなんだろうと思って、聞いているのですが、小原さんは今も誰かからお年玉をいただいたり、もしくはお年玉を渡していたりしますか、という内容でした。すごいね。あ、そうなんだ。あ、って言ってもそっか、まあもらえるものはもらっていいんじゃない、兄弟だったら。私はそうですね、あの弟がもう二十歳過ぎてるんですけど、いまだにあのお年玉あげてます。あのバイトしてた時代はごめんだけどあげれないって言ってて、でもまあこの仕事をして、まあ一人で生活できるようにもなったので、弟には毎年お年玉を、あと両親にもお年玉をあげていますね。だから全然いいんじゃないかな。その家庭によってね、いろいろ形が違いますよね。いや、上のお兄さんお姉さんからもらえるのは素敵なことなんじゃないですかね。全然いいと思いますよ。はい、ということで、まあ、普通歌読んでいったんですが、今回はみんな知ってるね、旦那が来るのよ。てか来てるのよ。だからもうオープニングはここまでとしましょう。はい、それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネームマジンさんからいただきました。小原の声で聞きたい日本語、おせち料理。小原好みの心置きなく。改めまして、小原好みです。本日は1月1日なので、おせち料理食べてる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。小原はどうなんでしょうか、食べてんのかな。はい、ということで、ここからはこちらの方と一緒にお届けします。どうぞ。はい、お久しぶりです。旦那の、あ、小原の旦那の石上静香です。よろしくお願いします。よこさん、イエーイ。オープニングのさ、トークでお年玉の話聞いててさ、うん、私も両親にあげてるわと思いながら聞いてた。あ、本当？うん、私下がいない一人っ子だから、うん、弟とかにはあげてないけど両親にはあげてる。一人っ子でしょ、きっと。ご両親はさぞ、うん、あー、もう静かありがとうって多分なってるだろうなって。ありがとうございますって頭下げてね、もらってますね。はい、ということで去年に引き続きありがとうございます。やったー、嬉しい。しかも元旦ですよ。そう、めでたい。もう準レギュラーです。静か年一、ありがとうございます。大事な時に来ていただくっていうね。はい、ということなんですけれども、うん、2022年いかがでしたかってことなんですが、私今日静かが入ってきて、なんで静かって言ってんの。ずっち
入ってきて、うん、思ったのが、あ、おはようございます大沢事務所の石上静香ですって言われた時に私がそわそわしてそう、去年出てもらった時は、ね、まだ、うん、あの移籍した直後とかだったのかな。そうだね、うん、そうだから、あの同じ事務所になるんだよねとかっていう、うん、言ったね、なんか懐かしい、もう何席を移し替え、そわなんかほやほやの時期だったから、うんうん、どうですか大沢、大沢大丈夫ですか。いや、めちゃめちゃ皆さん優しくって居心地がいい、なんか、みんなある意味なんかココちゃんみたい。ああ、いや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 、そうだから事務所内でもね、何人かのスタッフさんから、あれさ、旦那って言ってるのって石上さんのことだよって。あ、そうです、そうですよ、だから大事に大事に扱ってください。勘違いしちゃうよね。だから私のデビューをあのいつもサポートしてくれたのあの石上さんなんで。そんなことはそんなことはない。ああ、なるほどねっていう人。そうだからこそ、なんか初めましての方がいっぱいいたけど、うん、多分内心みんな、あ、旦那だよねみたいな感じで見られてたから、すごい、話しやすかった。そう、うちの、あ、小原が言ってるのは、そう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 、石上さんのことね、みたいな。そう、だからある意味そう、覚えてもらいやすかった気がする。あ、本当に、うん、よかった。むしろありがとう。居心地いいのであればよかったです。めちゃめちゃいいです。はい、ということで、まあ、同じ事務所になってから、頻繁に会うかせ、やっぱ事務所で会うこともそんなに。そうだね。ちょっとね、いまだにそわそわするのは、やっぱ同じ事務所なので、うん、あの、テープオーディション、うんうん、オーディションの音源をこう取る時があるんですよ、事務所で。うんうん、その時に、次誰ですかって聞いたら、うん、あ、次石上さんですとかって言われた時に、うんうん、同じ事務所やって思ったりとか。でも意外とその、実は前にココちゃんいたんだよって言われても、あ、もういないみたいなね。ね。感じが多かったからね。そう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 、意外とすれ違わないよね。そう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 。でそんなことがあったりとかね。うん、まあだから、今までよりは、より距離は近くなったというか、うん、会える機会も多くなってきたのかなって思うんですけど。スケジュールが分かりやすいもんね。ほんとそう。聞けばすぐ。あとは、どのマネージャーさんも言ってる。何かこう、稼働があって、うん、一緒にって言ったら、任せて。同じ事務所だから。やりやすいよね、そんなこともあったりしますが、うん。はい。去年のエピソードで印象的なことといえば、うん、あれなんじゃないかな。ズチ、個人的には何かありますか？いや、でもやっぱり印象に残ってるのは遺跡がね、一番大きいから。おー。うん。それが、ちょっと何かないですか？共演。行きたいんで、そうです。あ、何これ今年のこと言ってる？今年、あ、去年でもいいですよ。あ、でもね、それこそ今年はね、うん、あの事情を知らない転校生がぐいぐい来るで、なんと二人が主演やらせていただくことになりました。いい振りをありがとうございます。じゃあいつメールを読んでいきます。おお。ココネームグイルさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃん、ズッチ、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。もはや恒例となった新春夫婦対談楽しみにしていました。ありがとう。ありがとう。さて今年は何と言っても事情を知らない転校生がぐいぐい来るで、魔法陣ぐるぐる以来約5年ぶりの再共演ですね、うん。それもお互い主演ということで、放送が待ち遠しいです、うん。よろしければ再び共演が決まった時の心境等をお聞かせいただけますと幸いです。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。この他にもいっぱい届きました。うん、もうぐるぐるの頃から応援してくださっている方からもたくさんメールをいただきました。うんうん、いや、ほんとね、やっとかなったよね。うん、ずーっと共演したい共演したいって言ってて、まさか同じ事務所になって決まるとはでも思わなかった。なかなかやっぱりその同じ事務所同士でメインを張るって普通あまりないもんね。ないです。だからこそすごい奇跡というか、うん、ちょっと裏話をすると一番最初に決まったのは私だけだったんですよ。そうなんです。事情を知らない転校生高田太陽くんっていう男の子なんですけど、うん、私だけが一番最初に決まってそこから周りを決めていくみたいな感じだったんですよ。そうです。だから私合格聞いた時もう私しかもちろん決まってなかったから、え、周りの方どうなるんだろうドキドキみたいな感じで待ってたんですよ。そしたら真っ先にまず同じその担当のマネージャーさんから、西村さん、小原さん決まりましたって連絡が来て、ココちゃんより先に私の方に連絡を来て、内緒ですよって、まだ言わないでください、この後言うんでみたいな感じって聞いた時にマジかと思って、でその後多分ね電話でマネージャーさんから連絡いったのかな、ココちゃんに。そうそう、私もこの作品のオーディションを受けていて、まあ、実は
西村さんの役を受けていないんですよ、私は。うん、別の役を受けていて、それで、ずっと結果をね、待ってる状態で、で、ああ、ダメかな、なんかそろそろ出る頃だと思うんだけどな、と思ったら、マネージャーさん、同じマネージャーから電話がかかってきて、うん、ちょっとまずご報告がありますと。で、受けていただいた事情を知らない転校生なんですけれども、残念ながら受けた役は、落ちてしまいましてって言われて、うん。うちの事務所ってね、基本落ちたものって報告ないんですよ。そうだね。そう、受かったものしか報告がないから、うん、なんで落ちたの？わざわざ報告はありがたいけれどもって思って、家にいたの。うん、ああ、そうなんですね。すいません、力不足でした。いや、違うんですって言われて。うん、実はですね、ミラクルなことが起きまして、ヒロインに昇格しましたって言われて、いや、すごい。そう、ヒロインとして受かりましたって言われて、え？え？って言われて、なんでですかねって言ったら、いや、なんででしょう、私もパニックですって言われて。いや、受けてない役で、しかも主人公が受かるって、私聞いたことないですもん。私も初めてかもしれない、うん。そう、それで、それでですね、一番大事な話を忘れておりましたって言われて、何ですかって言ったら、実は太陽くんはもう決まっておりましてって言って、太陽くんだけが決まってるって言われて、うん、誰ですかって言ったら、旦那さんの石上静香さんって言って、家で叫んじゃった。なにそれって言って。いや、ほんと、もう奇跡としか言いようがない。そう、私と、マネージャーがね、私としても同じ事務所内で主人公二人っていうのは初めてだし、うん、あとは、受けた役はダメだったけど、その代わりメインに昇格したっていうのは初めての経験だから、うん、私としても嬉しいし驚いてますっておっしゃってて、うん、そうそうそう、そういうミラクルなことが起きて決まったから。ね、いろんな奇跡が、こう、重なって、そうそうそう、共演できたというか。すごいよね。ねえ。まあ、収録は、まあ、無事、もう終わっているんですけれども、うん、どうでしょう？放送、まだこれから先ですが。ねえ、ね、PV もね、私たちだけがまだ発表されてて、うん、ただね、そうそうそう、声はね、もう、結構いろんな方のキャラクターの声、当ててる人もいるし。うん、予想してる人もいらっしゃるんじゃないかなって思うんだけれども、うん、とってもなんか愉快な物語になると思うから。ねえ、早くキャストさん発表されてほしいね。ねえ、楽しみだなって思っております。うん、すごい素敵なメンバーです。はい。ということで、じゃあここからは、新年特別恒例の企画をお届けしたいと思います。お、題して、新年ここらじみくじ！イエーイ！やったー！おみくじだ！こちらにあるおみくじボックスの中にいろんな、トークテーマが書かれたおみくじが入っております、うんうん、それらを引きつつトークしていきたいと思いますということで、うん、以前は、うん、カルタでしたね。それで引いてなんかセリフを言わなきゃいけないみたいな。あー、やった気がする、ね、作家さんが考えたやつだった。素敵でした。ドキドキしたんですが、はい、今回は皆さんが送ってくれたやつかな。ですよね、うん、はい、じゃあ早速やっていきたいと思うんですけれども、うん、いっぱいある。応援します。出ました。お、私が引いたのは、うん、映像基地。映像基地、最近見てよかった映像作品の話をすると知識運が上がりますよ。お、頭が良くなりそうな。あ、ここネームは斉藤圭介さんです。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。映像か。私はですね、うん、まだ見に行けていないんですけれども、うん、ドクターコトー診療所っていう作品がすごく好きで、うん、で、ただ放送当時まだ私小学生とかだったんですよ、うんうん、だからちゃんと最初から最後まで見れていなかったんで、うんうん、劇場版今公開されてますよね。それを見るにあたって、うん、2日間で2クールと特別編を一気に見たんですよ。すごっ！で、20何話だ、うん、5話、うん、6話分、うん、2日間疲れたんです。ただでもやっぱりいい作品だから、うん、なんかこう胸の奥にこうグッとくるものがあって、うん、でしかも医療ものっていうのも、うん、あるのと、前は泣けるんですよ。人の命を救うとか、うん、またまたもう、おじいちゃんだったりとかっていう人と向き合ってってエピソードだったりもするから、うん、だからなんか、人が
健康でいられることの素晴らしさっていうのと、うん、あとは舞台となっている島もとっても綺麗なところなので、あのなんか、ああ日本って素晴らしいなって改めて思えるしっていう、うん、なんかもう本当いろんなものがぎゅっと詰まっていて、うん、あとは何より役者さんのお芝居が素敵です、うん、っていうものがありました。いいですね。はい。私はあれですね、ココちゃんの家でもさ、たまに YouTube で見たけどさ、あの、うん、孤独のグルメ、はい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 、これ見ましたね。そう、あれがね、やっぱ面白いなと思った。なんだろうね、ただ食べてるだけなんだけどさ、すごい美味しそうに食べられるし、うん、あと自分がそんなにいっぱい食べれないからこそ、人が食べてる姿見るのすごい好きで、 YouTube とかでもね、よくね ASMR とかでよくすごいめっちゃ食べてる人の見るんだよね。だそういう系、食系の映像をよく見てる気がする。松重さんのお芝居素敵ですよね。素敵だよね。あとはちょっと松重さんなりのモノローグっていうかナレーションっていうか、うん、あれもいいんだよ ね。松重さんも確か小食な方だから。そう、私調べたもん。なんかよくこんな食べれるなと思って調べたら、前の晩はなんか晩ご飯を抜いたりとかしてるっていうのを聞いて、あ、いろんな努力されてるんだなって、ね、でもあ、もうシーズン10まで行ってるからさなんかご本人として毎回の あの撮影が楽しみなのか、うん、スタッフさんと楽しそうにしてる姿見るとなんかほっこりする。そうそう、なんか裏話みたいなのがね、ね、あったよね。そう、それ見ててめっちゃ面白かったな。そう、ツッチが以前うちに来てひたすら二人で YouTube の孤独のグルメを見あさるっていう、 そうそうそうことをやってました。喋りながら孤独のグルメを見るっていうね。そう、いいねいいねってここ二人は何も食べてない楽しかった。そんなことがありました。また別シーズンの見ながらやろう。そうだねじゃあ続けて、はい、言っていただきましょう。これなんでしょう。ココネームなんてこった山口さんからいただきました、うん、ギャル吉。ギャルの口調で好きなファッションのことを語れば、みんなが二人をシャレオツ声優だと認識するでしょう別に、そんな喋り方しなくても私たちシャレオツじゃない？マジパネーわ。ココちゃん、なんかギャル口調したことあんまなんかイメージないっていうか。何？あんまギャルとかやってるイメージないっていうか。やったことないね。オーディションとかで振られたりしない系？めっちゃ苦戦する系。来るじゃん、うん、受けるじゃん、うん、マネージャーに、なんでアホが入っちゃうのって毎回言われる。超うざい。これ誰だ、マネージャーじゃん。ギャル口調だからね、ギャル口調だから。悪口だ。いや、これで伝わったでしょ、私たちがシャレオツだってことが。全然服の話してない。好きなファッション何？え、わからない。なんか買うとき、買うとき、何、ウィンドウショッピングして可愛いなって思ったもの買うから、なんかこれが何系とか全然わかんない。あ、なんかいつも思うのは、うん、静香と一緒に服屋巡ると、静香断れない系だから見てて超そわそわする、うん、そうね、僕は店員さんにこれ可愛いですよ、似合いますよって言って、あ、買いますって言っちゃう系、女子だから。ちょっと待ってっていつも言いがち。いつも助けられてる、ここに。もうやめていいですか。それなんか体中何かがゾワゾワする。次の言っちゃって。了解。これにします。出ました。私が弾いたのは、ズチキチです。ココネーム、クイックさんからいただきました。ありがとうございます。ズチと今年やりたいことや行ってみたいところに関する投稿すると、ズチ運がアップします。おー、私はズチ運が上がったら大変なことになります。これ以上上がったらね。何が起きちゃうの？何する？私、実は YouTube を始めまして。ああ、やってるね。なので、ぜひゲストにいらっしゃってください。おー、行けたら行くね、じゃあ。やがってるやつじゃん。ギター弾けばいいじゃん、ギター。ギター弾けんの？弾けない。ロケとかね、なんか美味しいところを巡るとか。川越？あー、楽しいかもしれない、うん。まあ、プライベートで言うんだったら、どこ行きたい？
私ずっとやりたいことがあるって言ってんだけどできてないのかさ。バンジージャンプ？スカイダイビング？気球に乗ること。あー言ってた。そう、気球ねずっとやりたいって言っときながらやってないから。いいね、気球乗りたいね。気球乗りたい。でバンジージャンプとスカイダイビングがちょっと、でも高いとこで一緒だよ。違う、落下と登るの全然違う。一緒やん。違う、上がっていく、上がっていく、落ちるときわーいって落ちる。スピード感が違うから。それはちょっと別の方とやっていただいて。そっか、断られちゃった。私今年やりたいこと、そうだな、テーマパークとか一緒に行ったことないような気がするから。あ、ない。ディズニーか。うん、夢の国とか行きたいし、うん、あとはあのぐるぐるの公式のツイッターが昨年もそうだけど、ね、ずっと動いていて、ね、今年のあれだよね、ココちゃんじゃないや、ククリのククリの誕生日でなんかまたカフェとコラボしたりね。そうだね。ね、あれ行きたいね。確かに。それも行きたいし、うん、あとなんかマンホールが、カラーかな、うん、で、できてた。あるよね。そう、だから、ぐるぐるの親の時からずっと思ったけど、魔法陣って基本丸いじゃない、うん、だから、マンホールとかあったらいい、ね。あ、でも地方だよね、確か。そう。ちょっと遠いもんね。でもいいじゃん。楽しそうだよ、行ったら。行こうじゃ。なんか、休みの時に。ちょっと勇者様は嫌やだね。ね、嫌じゃない。ノコギリ山とか行きたいしさ。って思ったりしてまーす。いいですね。はい、じゃあ、ずつに今度弾いてもらいましょう。じゃあ、これ。ココネーム、柿の中のカニさんからいただきました。あと、秘密基地。うん。お気に入りのインテリア、お部屋に飾りたいものの話をすると、秘密基地のような自分好みのお部屋になります。なるほどね。そういうことですか。うん、なんか秘密を一つ暴露せよ。違った。秘密基地。かわいい。お部屋のインテリアで何かこだわってることありますか？うちねー、ココちゃん来たことあると思うんだけどさ、なんもないんだよね。なんかね、多分お部屋だけで見たら、まあなんかカラーリングは女子だけど、殺風景で見たら多分ね、男子の部屋なんだよね。てかね、なんか何もないって言うと語弊があるんだけど、あのモデルルームみたい。そう、結構なんか必要じゃないもの置かない派だから、必要最低限のものしか置いてないんだよね。でもあのファンの方からいただいたお花とか、なんか置物とかが、誕生日の度に増えるから、その度に部屋はちょっとずつ明るくなる。でも寝室は可愛らしい。何変なこと暴露しようとしてるんだ。ピンク色の掛け布団があって。そうだね。そう。寝室だけちょっと女の子っぽい色にしてる。そうで、その横には、あの、ガラス扉の本棚がありまして。はい。で、バーンって見えるようにぐるぐるが置いてある。そう。ぐるぐるのブルーレイと、あと、台本だね、うん。今までの台本たちが入ってる。そう、私が憧れるお部屋ですね。なんかシンプルで。でもココちゃんの部屋めっちゃ可愛いじゃん。私はもう物が溢れているから、うん、物を集めるのもすごく好きだから、うん、いいですよ、すごい素敵だよ。いやだからごちゃごちゃしてる。なんか人が来るときはもう誰にも見られないお部屋にいろいろ押し込んで、はいどうぞって言ってるから。すごいフィギュアとか飾ったのめっちゃ可愛いけどね。いやすごい気に入ってるんだけどね、うん、私はお部屋でこだわってるんで言えば、あの照明がすごく好きなので、あの天井からの照明はもちろんだけど、うん、あの置くタイプの間接照明とかいろいろ持ってて、うん、もういらないんじゃないってぐらい置いてある今。あれだよね、なんかピンクに光るちょっとエッチな。やめろよ。その言い方は誤解を生む。でも母親にも言われた。あのネオンのランライト、壁にかける、なんかアマゾンで調べれば出る、あのネオン管のライトで、ね、あのガールっていう英語が3つこう並んでるランプなんです、うん、ランプライトなんですよ、うん、でピンクで可愛いって思って何も考えずに買ったの、うん、で届いて飾ってパチってつけた時にんって可愛いけどね。そう、母親が前来た時にやだ、なんかちょっとエッチなんやみたいな。何してんのさって、ちょこのランプだけつけるわけじゃないよって、他つけたら普通にいい感じの部屋になるんだけど。そう、あれだけつけるとちょっとねエッチな雰囲気になるよね。だからあれだけつけるのはやったことはありません。あ、でも最近、あ、でも自分へのクリスマスプレゼントに、また一つランプを買い足しまして。うん、ピンク色？じゃないです。あの、リアドローっていうところから出してる、あの、陶器のランプなんですよ。うんうんうん、そうそうそう。それがすごく今気に入っていて。それ見たことないや。後で見せるね。ありがとう。うん。が気に入っています。うわ、いいですね。
ということで、あ、もう終わってしまいました。早い早い。もうエッチな記憶しかないじゃん。やめろやめろもう私去年から散々だ。おととしは鈴木くんになんかスケベな小原で1年行こうと言われ、あの国レディオの中でですよ。で去年はなんだ、小悪魔だか魔性の女って言われて。いいじゃない。全然そんなわけないんだけど、今年はどうなんでしょう。青春派で行きたいです。はい、ということで以上、新春ここらじみくじでした。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、なんとなんとお別れの時間が来てしまいました。早いね。はい、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や不相談、何でも構いませんよ。ぜひ送ってください。そしてメールを送る際は、郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、今回お読みした方、全員にお送りしたいと思います。お、おめでとう。豪華ですね。うん、で、心当たりのある方、ぜひ、あの、住所を記載していない方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方は、本名と住所、ぜひメールにて送ってください。よろしくお願いいたします。はい。さらに現在 A&G ショップにて A&G オールスターで発売されたイベントオリジナルグッズが発売中です。そして小原好みの心置きなくと白石遥のポカポカタイムのコラボグッズも A&G ショップで発売予定となっております。よろしくお願いします。うん、ということで193回目あっという間に終えようとしておりますが、早すぎるよ。もっと 2,3 時間ぐらい喋ろうよ。ねえ、ほ、ほんとなんか体感10分ぐらいやった、ほんとに。ねえ。っていうことで、あ、大事。土から何かお知らせとありますか？お、じゃあ、あれにしようかな。直近だと、うん、あの、1月7日と8日に、の土日ですね、うん、あの、アークナイツ3周年記念イベントに出演させていただきます。うん、チケットはね、多分もう売り切れちゃってるんで、多分 YouTube とかで配信がされてると思うので、ぜひね、7日と8日の2日間、あの、画面に釘付けになってください。石上なんか MC やってたりとかいろいろしてます。頼もしいわ。一言も噛まないでしょう。やめて、絶対噛むから。絶対噛まないでしょう。私からはそうですね、まあお知らせ等々ありましたらインスタグラムの方で告知していきますので、うん、ぜひご覧ください。お願いします。そして YouTube 始めましたんで、ぜひよかったら見てください。います。はい、ということで今回の今春の一言は、ココネーム予備の予備林さんからいただいた一言です。これは一緒に初詣に行ったという設定なんですかね。おう、はい、ということで土また来てください。ぜひよろしくお願いします。楽しみ。はい、ということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みと石上静香でした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバーイ。バイバーイ。最強。このおみくじ間違ってるよ。だって君と初詣に来れた時点で大吉だし。みんなに幸あれ。ええやんけ。